にちは、千葉達也です。本日なんですけれども、世界で一番簡単なサックスのフラジオ運指を紹介していきたいと思います。だいぶニッチなテーマなんですけれども、結構これを探している方多いと思います。サックスを吹く方にとってフラジオっていうのは一つの憧れでもあります。ただそのフラジオっていうのはですね、本来サックスはフラジオを吹くために作られているわけではないので、フラジオっていうのは非常に吹くのが難しく、なおかつ指も難解です。今日は自分の経験、そして先輩ミュージシャン、いろんな方にちょっとフラジオについて聞いて、その中で一番簡単なフラジオの運指を紹介していこうと思います。まずはじめになんですけれども、フラジオの運指っていうのはですね、サックスでは普通高い音っていうのはファのシャープまでしか吹くことができません。ただフラジオを使うことによってソ以上の音を出すことができるわけなんですけれども、ソの音を出すだけれども何通りも運指っていうのが存在します。ですので何を選択すればいいのか、そして全部覚えなきゃいけないのかなど、結構これが、サックスを演奏されている方にとっての悩みの種にもなるわけなんですよね。今回は僕の中で一つ一番簡単なフラジオの運指っていうのを提示していきたいと思います。ただここで注意点なんですけども、フラジオっていうのはですね、ピッチが非常に不安定な奏法でもあります。そして楽器の個体差によってもだいぶピッチが変わってきます。例えばこの楽器だったら何の音が高いだったりとか、じゃあ別の楽器だったら低くなるだったりとか、それぞれの特徴があります。ですので今回の運指っていうのは非常に簡単なんですけれども、人によってはその楽器によってはピッチがうまく取りづらい音もあるかと思います。その場合はですね、ぜひこちらの動画で紹介しておりますトニカのアプリなんかを使っていただいて、ピッチを合わせる練習なんかをしていただけたらと思います。そうしましたら、まずソの音から始めていこうと思います。これからお話しするフラジオっていうのは全てオクターブキー押しっぱになります。その音は一番上の人差し指で押さえるキーになります。そして次はそのシャープの音なんですけれども、僕たちがいつもどの音を吹くときに使う中指のキー、これを押したまま人差し指のファを吹くときに押す指を押さえてあげます。そしたら次はラの音です。ラの音は左手の中指そして薬指を同時に押してあげます。はい、次はラのシャープ、まあ、Cのフラットに当たる音なんですけれども、これはオクターブキーの音以外は何も押しません。はい、その次は C のナチュラルになるんですけれども、高いレを吹くときと同じ指になります。オクターブキーとそしてこのパームキーの一番手前のキーを押してあげます。はい、次はドの音になります。ドの音なんですけれども、僕たちがいつも吹いている高いレのシャープ、ミのフラットの音ですね。オクターブキーを押しながらこちらのパームキーを手前から2つ同時に押してあげます。はい、次なんですけども、ドのシャープ、ドのシャープはですね、僕たちがいつも吹いています高いミの音と同じ指使いになります。はい、次はフラジオのレの音なんですけれども、僕たちがいつも吹いている高いファのナチュラルと同じ指使いになります。はい、続きましてレのシャープの音なんですけれども、レのシャープはですね、僕たちがいつも吹いているファのシャープと同じ指になります。ただこのファのシャープなんですけれども、 F シャープキーと言いましてですね、右手の手のひら部分にあるキーなんですけれども、これがあると音が出しやすいです。はい、そしたらじゃあ次はミの音で最後にしましょうか。最後、ミの音なんですけれども、一番最初に吹きましたフラジオのソの音あるじゃないですか。あれと同じ指使いで吹きます。はい、いかがだったでしょうか。僕が今まで経験した中で、そして、先輩ミュージシャンから聞いてきた中で一番簡単なフラジオの指使いになります。結構この情報っていうのはあまり載っていないので、非常に有益な情報かなと思いシェアさせていただきます。そ
そうしましたら一番最後にこのフラジオの運指なんですけれども、この画面にパッと出しておきますので、ぜひスクリーンショットなどして練習の参考にしてみてください。それでは本日のレッスン終了します。ありがとうございました。